こんにちは、ミニミニ農園を遊んでいただきありがとうございます。開発者のコーヒーブレイクです。今回はミニミニ農園で特にこだわった部分についてお話しさせていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。まずミニミニ農園でよく言われること、ミニミニ農園で次のようなことをよく言われたりします。やめ時がわからない、収穫が楽しい、なぜか癒される、続きが気になる。どうしてこのようなありがたいことを言われるのかと言いますと、次のことにこだわって作ったからなんですね。まず一つ目、やることがなくならない。これはどういうことかと言いますと、ミニミニ農園では、収穫のサイクルを早めていまして、すぐに素材が出てくるようになっています。なぜこのようなことにしたのかと言いますと、自分が、いっぱい収穫できる方が楽しいからという理由からそうしています。これによってミニミニ農園では、いつまでもぐるぐると農園を回るようにできています。次は、複雑なコマンドがない。ミニミニ農園って気になるところに体当たりするだけで遊べるようになっていると思うんですけど、なぜそのようにしたのかと言いますと、自分がですね、複雑な操作のゲームが苦手なだからなんですね。なのでコマンドを全部なくしちゃいました。そうすることで、遊ぶ人は選ばないですし、頭も使わないので全然疲れないので、ずっと遊べちゃう要因にもなっています。次は気持ちよさを追求。これは自分のゲームに対するこだわりなんですが、メインの作業ほど気持ちよくあるべきだと考えています。ミニミニ農園だと、木を切る、岩を割る、で畑を耕すですね。これがメインの作業になります。で、これらの作業ってゲームで一番多くやることになりますので、快適であるべきだと考えました。そこで、リアルな音をつけたり、オーバーリアクションを取ったりして気持ちよさを演出しています。次はあえて BGM をなくした。これはどういうことかと言いますと、ミニミニ農園って BGM がなくて環境音だけになっていると思います。これは開発当初は BGM をつけたりしていたんですが、どれもしっくりこなかったんですね。それでいっそのことを BGM なくしちゃえってなくしたところ、逆に没入感がすごい出たので、このまま採用することにしました。で、これは結果とてもご好評をいただいておりまして、ゲームをプレイした方からは鳥のさえずりに癒されるっていうお声もいただいております。次、いきなりチュートリアル。これは説明していきますと、ゲーム、ミニミニ農園始めてすぐに、一番最初に森のエリアに放り出されたと思うんですけど、なぜいきなりそういうことをしたのかと言いますと、自分がですね、ゲームをやるときに、説明よりも早くプレイさせてって思うことがよくあるからなんですね。ですので、いきなり森のエリアに放り込んで、で、ちなみにこの最初の森エリアは一本道になってまして、目の前の木を切らないと絶対進めないようになっているんですね。で、なぜこのようにしたのかと言いますと、プレイヤー自身に、この木って体当たりすれば切れるんだとか、こうすれば先に進めるんだねとか、プレイヤー自身に気づいてほしいから、そういうふうに作っています。次は、謎めいたストーリー。例えば、ゲームに限らず漫画とかアニメもそうなんですけど、最初に謎があると続きがすごい気になりますよね。で、ミニミニ農園でもゲームの冒頭でちょっとした謎の部分を見せておいて、続きが気になるようにしています。で、これによって、早く先が、この先どうなってるのか知りたいっていう欲求から長く遊んでもらえるようにしています。以上、ミニミニ農園で特にこだわった部分についてお伝えさせていただきました。こだわりがたっぷり詰まったミニミニ農園をぜひお楽しみください。